国際サッカー連盟 FIFA は6月20日最新の FIFA ランキングを発表した。この結果に伴い2026年北中米ワールドカップアジア最終予選の組み合わせ抽選会を前にホット分けが確定した。フォト、コンセプトはファイヤー、炎、日本代表が新ユニフォームを発表、久保建房、長谷川優衣ら選手着用ショット、一時はアジア4位、 ポット転落の危機にあった韓国はフィファランク22位で17位の日本20位のイランとともにポット1に入っただが最終予選に向けて危機感を強めているようだ韓国メディアオセンはポット1の韓国まだ爆弾が多いと見出しを打った記事を掲載韓国は FIFA ランキングでアジア3位を守ったこれで日本とイランは避けたが 副兵が少なくないと伝えた。同メディアは少なくとも最も厳しい相手である宿敵の日本と伝統的に弱かったイランと対戦することはない。イランのアウェイに行くことがないという点だけでも嬉しい、としつつも、もちろん気を緩めるのは早いと強調。各ポットで注意すべきチームを挙げている。まずポット2については、当然、簡単なチームはないとし、オーストラリアは、 アジアカップのベスト8で韓国を崖っぷちに追い詰めたカタールはアジア杯で大会2連覇を達成したイラクは中東の強豪で韓国を苦しめる戦力を備えたと紹介した続いてポット3もサウジアラビア、ウズベキスタン、ヨルダンの一つになるのは脅威だとアジア杯のラウンド16で PK 戦にもつれ込む接戦を演じたサウジと同大会で一分けいっぱいだったヨルダンを警戒した ポット4では、元韓国代表監督のパウロ・ベントが率いる UAE について、韓国をよく知っている監督だけに道組に属すれば、面倒な相手になり得る、と指摘。オマーンとバーレーンも中東の左風を誇るチームだと綴った。記事は、どうやら最も心配のないところはポット5だ、とし、中国、パレスチナ、キルギスは韓国に比べると、2ランクは差がある。 中国遠征は厳しいかもしれないが、韓国は昨年11月、中国で3対0の対象を収めた記憶があると主張している。